はいこんにちはパーカッションの高浜です今回はこちらクイーカという楽器を紹介していきます クリーカーっていうね、名前は聞いたことがなくても、この楽器の音自体は結構聞いたことがある方が多いのではないかと思います。一定以上の年代の方ですと、NHK できるかな、ね、ゴンタくんの声とか。<laughs> だったり、最近で言うとですね、獣フレンズっていうアニメありますね。まあ最近でもないか。ようこそジャパリパークへって曲ありますよね。まあ知ってる方は知ってると思うんですけども。Welcome to ようこそジャパリパーク今日もドタンバタンお騒ぎ。<laughs> これむっちゃむずいんですけども、ようこそジャパリパークでめちゃくちゃ使われてます。で、こんなね、クイーカの楽器の紹介だったり、演奏方法の解説っていうのをやっていきますので、ぜひご覧ください。はい、このクイーカという楽器、世界的に見ると、特にブラジルのサンバのアンサンブルの中でよく使われています。こんな感じです。 このクイーカという名前もブラジルの公用語のポルトガル語で灰色の4つ目のオポッサムのことだそうですなんかね灰色ののつ目のオポッサムっていう動物が南米に生息しているらしいんですけどもまあそれと同じ名前を付けているらしいですね。やっぱこれちょっと動物の鳴き声っぽいですからね今ではこれブラジルの楽器として知られておりますけれどももともとねアフリカでも同じような形の楽器が見つかっておりまして使われていたんじゃないかと言われております。 やっぱりこの動物の鳴き声っぽいですからね狩りの時とか動物をおびき寄せるのとかに使っていたんじゃないかなとか安直に考えてしまいますねこれちょっと余談なんですけどもさっき言った「獣フレンズ」とか「ようこそジャパリパークへ」ってあれってやっぱりそのサファリとかサバンナっていうようなイメージだと思うんですけどもこの「クイーカ」っていう楽器がねもともとアフリカにあった楽器であるっていうことをもし知ってて使ったのであれば相当博識だなと思いました まあ明確なことは分かっていないんですけれども、おそらくはまあアフリカにあって使われていて、そこから植民地時代に黒人さんがブラジルに移り住んで、えそこでブラジルに伝えたっていう説と、イスラムの商人がね、こういった楽器を扱っていて、そこからヨーロッパに入って、 ヨーロッパから植民地時代か自由貿易時代にブラジルに入ったのではないかという説がありますあでは続いてこの面白い音がそれがき、どういった構造でどういうふうに演奏するのかっていうのを見ていきましょう作りとしてはですね基本的に他のパーカッションと同様に銅筒があってそこに皮が張っているといった形ですで普通にこう叩くこともできますしチューニングしてこの音程を上げたり下げたりすることもできます で、問題はこっちですよね。はい、なんかこんな感じになっております。ほらね、この皮に竹ひごが連結されている、まあ、突き刺さっているようなね、状態になっておりまして、この竹ひごを引っ張ることによって、この皮が振動して、このボディに共鳴して音が鳴るといった構造になっています。で、この竹ひごをね、こすって鳴らしてるわけなんですけれども、これ、素手でやっても、 あんまりうまくいきません。これは摩擦がないと、うまいことこれ振動してくれないので、通常ですね、こういった感じで、布。ハンカチでもタオルでも何でもいいんですけれども、それをね、濡らして、ちょっとこう湿らせた状態、摩擦がある状態にして竹ひごを掴む、擦ると、はい、こんな感じでね、音が鳴りますと。 この竹ひごの持ち方っていうかね、擦り方によっても音が結構変わります。この塩梅がね、非常に難しいんですね。例えば、こう軽く包み込むようにして持って、軽くこすると、わ割と高めのナチュラルな感じの音がしますけれども、これをね、ぎゅっと強く持つと、これぐらい音が変わるんですね。結構音が低くななってなんかきつめの 感じになりましたね、はい、さっきのはこんな感じだったんだけれども、まあ、強く持つことで音程とか音の感じを変えることができるとあとはこの竹ひごの位置ですね位置先の方で持ったり後ろの方ではい持って鳴らすことができます実際の演奏の中でやったことはないですけれども ことは結構面白いですよね。さら、はい、にですね、この竹ひごを擦りながら、この皮、ダメを押さえると、こんな感じで音程が変わりますで。音楽の中、例えばサンバのアンサンブルの中などでシンプルなビート、リズムを刻むときには、これを押さえない状態。オープンの状態と押さえた状態。 ではこの二つの音を使って、はいこんな感じでリズムを刻んだりするんですね。で、もっとレベルが上がってくるとですね、今度押さえるこの指の本数を変えたりして、こう微妙な音程の変化っていうのがつけられるようになります。 で僕もこれ今絶賛練習中でねまあそんなにうまくはできないんですけれどもこれブラジルの達人たちはねもうこれだけでなんか曲のメロディーとかを演奏したりするんですねすごいっすはいというわけでクイカーいかがでしたでしょうかもしねこれ欲しいとかねやってみたいっていう方がいましたらこれ結構ね音がでかいっていうことだけお伝えしておきたいです、まあ、これ僕が使ってるやつ まあまあ大きめのサイズ。これ8インチっていうサイズなんですけれども、これだとね、かなり音でかいです。まあサンバで使われるぐらいなんで、音量はかなりありますと。なので、家でちょっと鳴らしてみたいとか、ちょっとだけやってみたいという場合ね、もっとね、ちっちゃいサイズで大丈夫です。もっと小さいサイズ、6インチとか、小ぶりなサイズも売っていますし、これね、楽器じゃなくても、例えば空き缶に竹ひごを刺して接着剤でつけたり、 何か紙コップにね、刺して付けたり、まあ、もしくはいらない何か、ドラムのタムなんかをシングルヘッドにして、そのヘッドにね、竹ひごを刺して付ければ、同じクイカのような役割、同じような音を鳴らすことができますので、そういう風にね、自分で作ってみてもいいかもしれません。はい、こんな感じでこのチャンネルでは、パーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しております。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。 毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますのでチャンネル登録してぜひチェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。